北方の地にいる日本人航空兵、私に接触をしてきたオクトと称する者たちから日本語を話す飛行機乗りがいると聞き、この書をしたため、私は大日本帝国海軍少将山口多聞である。南方の島国ウビンネンという商業国家の岩礁にいる。東方は大破格座した航空母艦飛龍と共にいる。もしも信を返したいと意思あらば、この分身を運んだ者に渡されたし。どうした神様。生きとったんか、わりゃ人殺しのたもん丸め。